切る。ちょっと待って、今最初にさちょっとだけ流れてたけど大丈夫かな。はい、ということでマティでございます。今回はね、今日から始まりましたリンクフラグメントのガチャ、まあ、貯めたんでね、一応引いていこうと思います。まあここから見ようかね。まあちょっと時間置いてるね今、7時なんだけど、まあ、もうちょっと早めにやろうかなとかも思ってたけど、いろいろ晩ご飯の準備とかもちょっとできなくなっちゃいました。だけどまあ、やる時間の方向ってのはないと思うから、まあ信じるだけですね。ごめん、今コンパス、もういいってコンパス。はい、コンパスはやってます。コンパスのネタ待ってます。さあ単発広告1回目。いやまあさすがにね、うん、ここはちょっとねまだ運試しではないけど、でもそうするとさガチャシミを最初にやった方がいいのかなっていうのも思うんだけど、どうでしょう。はい、まあとりあえず行きましょう。切る。で待って、チケットがね今日やったやつもあるから、これも引いていこうか。よかろう、引いちゃうかせっかくだから。ちなみにもうこのこっちの狙いじゃなくて、まあ持ってないやつが来ればこっちは何でもいいかな。うん、で本回じゃねえわ、本来の方ではまあエレノアカサヤが出てくれたら嬉しいなーって思ってるね。はい、ゼルナ学園の調査チャグマウェルナさんですね。いやまあよかったよ、やってて楽しかったけどね当時。今どうだろう、よかろう、あんま使わないわ。はい、ということでいきます。一応200個最初値引きだから、250、250、500で700あればいいんだけど、一応ちょっと怖かったから、割引チケットがちゃんとあったかどうか覚えてなかったから750個ためだって感じだったら、まあ問題なかったね。やります、やろう。どれか1体でも出たらでもまあいいかなって、最低限はね。でもできればさやかエレノアが欲しいなーって欲が詰まってるから、いきます。さあどうでしょうか。大事だよ最初。はい、昼だねー。昼だねー、怖いねー、ちょっと怖いよ昼のあれ。でももしかしたらね飛行艇が来る可能性もある。うーない。いやこれどうだ、しかも今回からね星音もリニューアルしたから、そこがやばいんだよね。力を貸しましょう。一回カットインパッて来ても、そう、私と一緒に守ってください。ルカさんっていうのおかしいな、さん付けおかしいな、なんかお前の力、まあ、とりあえずね、新しく、ね、最強に近づいた、更新されたんで、よろしくお願いしますね。そこが勝手に来てもめちゃめちゃなくすぐ喜べないっていうのがちょっと惜しい。まだ持ってないやつが確かいたから。はい、ということで11年目はどうか、かわいい子がいたしいる。はい、ということでルカが来ましたと。まあ20年目だね、うん、どうかな。てかもうフラグメントをね、てかもう次がもう周年だから、多分どうかな、出るかな。周年はね結構いつも運がいいんだけど、今年はどうかちょっと不安だね。まあ、ここのフラグメントで出るかどうかね、そういうとこも大事だと思うんで、フラグメントっていうのもおかしいな、リンクシリーズって言えばいいと思うから、うん。さあ謎のロード、ロードってわけでもないロード、はい、昼です。やばいな。いや銀多いぞ、銀マントしかない。金マント来たけども、来たけども結局昇格&飛行艇なんだけど来ない。さあ金マント今のところは3つ、昇格して4つ。4つ少ないよ、ダメじゃダメだよ。いやーまずいな、これかなりまずい。いっぱい頑張る。いや欲望が叶えてほしいんだけどね。いやー、あ、そう、ね、工場でファクティス、私に任せろ、ね、未承知の方確保してください。僕持ってたけど、当時にもデートしたことあるんで、ね、めちゃめちゃファクティスさんに、ね、どこでもかしこでも見るって感じだから、僕らの未来のために。いやもう、いやでもスターランデルのはいいかな、まだ、うん。一回接心統一していい、一回戻ってから切る。いやもうこの切るってめっちゃもう声任せて、切る。もう濁点が入っちゃってるよねって。いや欲しいな、その濁点を任せて、しっかり拭い切れるのか。執念で入ってます。さあ、いや濃いマジで、おいでせめて夜がいいな。オッケー、来た、でかい夜、でかい夜来たよ。あら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 、星音以上確定ではあるけども、飛行艇が来ないね。いやこれどうだ、これ
さっきまで保証全然出てたから、うわ、え、あ、来た来た、待って、これ何番目、これ何番目、1番目、お邪魔します、2番目、え、これ何番目か分かんない、縄張りは荒らすなよ、いつ、あ、やろう、あ、ディロンだ、はい、ちょっと待って、ブライさん言っていいかな、ちょっとディロンオールさん、あの人もディラン出てたから、やばい、あ、なんと、やめてくれよ、魔獣王なんて呼び方はおかしいよ、もう僕は世界一美しい、すぐにさ、出てから被るのなんなん、僕は世界一美しい、今後ともご贔屓に、これ多分最後のはず、力を貸しましょう、私に任せろ、どうだ、あーっと、はい、ということでディランの兄貴でした。この下の台座が闇なのに、魔獣王なんて呼び方はやめてくれよ、いやー、なるほどねいやいや、まあちょっとじゃあ追おうかなって感じで、はい、でもまあこれはこれでどうかなってことでね、今回のリンクフラグメントの動画は終わりになります。またこの後当てるかどうかわかんないけど、上がった時にはぜひ見ていただけたら嬉しいです。それじゃあありがとうございました。よし、貯めてきたよ。切る。はい、1時間ぐらいかな。ね、もうね、なんだっけ、三島。任せて。三島っていうのがメインストーリー3のナイトメアのね、8個くらいもらえるやつって言ったから、それですぐ集まった。行きます。ディラン、お前はもういいよ。切る。いや、マジだ。切る。やろう。切る。切る。お願いします。眼かけ、うわー、ちょっと待って、やめて、おい、本当に、あ、でも金は重い、金はなんかいるな、でもいや、まだここから銀がね多くなるんで、はい、来ない、あー、飛行艇来ない、あー、あー、やばい、あー、あー、金は多い、金は多いけども、多いけども、これも運命か、お、変わろう、違う、テオドアそうなんだよね、これも高貴なる者の務めというやつさ、アイシャ、ちょっと待って、マジで、僕の家知りませんか、来い、おいで、かわいい子、おいで、いる、おいで、ねえリーダー、解析なら任せてよ、なんで、なんでこんな保証率高いの、リーダーは俺だ、保証2連続、ちょっと3連続で、え、しばらく厄介になるよ、今の保証3連続で終わった、もしかして、うわねえ、なんでこんなにスターるでも、よしお、お前、お前並びすぎだよ、これも高貴なる者の務めというやつ、うわ、はい、ということでね、本当におります、ありがとうございました、また次回のリンクフラグメントでお会いしましょう、また今度。